前哨戦をくぐり抜けた。おじき、シグムンド、オルランド。赤い星座の副団長、オーガロッソ。最強の両兵の一人ですね。その通りだ。俺とハルと言った。刀身と両兵をくらいだったが、その二人が相打ちになった後では、俺が最強と言えるかもしれない。悪魔、現時点ではな。ランドルフ、もはやお前も気づいているはずだ。このクロスベルの状況と、エレボニア帝国の乱れによって大陸は激動の時代を迎えた。今まで以上に俺たち両兵の活躍の場は増えていくだろう。テロリストどもは規制を上げ、蛇と教会の暗闘は広がり、遊撃士どもは躍起となるだろう。貴様も肌で感じているはずだ。まさに終わるべくして平和な時代が終わったのだ。勝手なこと。でもあながち間違ってはいないわ。クロスベルの事件、そして帝国の内戦と共和国の混乱で大陸は今大きく揺らいでいる。もしかしてクロスベルの事件が起きなくても可否だった？大陸の至る所で導火線がくすぶっていたのは確かです。クロスベルの事件はあくまできっかけでしかないでしょう。ああそうだ。そして確かに肌で感じていた。私は戦場の匂いが立ち込める。それこそ貴様が骨の髄まで両兵である証拠。そしてオルランドの一族に流れる戦士としての血のカルマだ。なのにランドル、なぜ貴様は未だ目を覚まさない。どうして自分を偽りながら安穏な生を送っていられるのだ。これが最後だ。ランドル、刀身を告げ、足りない部分は兄貴の代わりに俺が仕込んでやる。そして名実ともに赤い星座の団長となった暁にはどこに肩入れするも望むままだ。無論このクロスベルに肩入れしてやるのもいいだ。この剣がどう転んだとしても間違いなく相当な苦難が待ち受けているだろうからな。お仲間のためにもなるかもしれない。あなたは足元見すぎです。なるほどな。冷徹かつ合理的に打撃手を考えます。さすが。それが両兵の両兵たるゆえん。貴様も分かっている。平和な時代が去った以上、貴様が抗う足場はどこにもないはずだ。ならば迷う余地もあるわ。そうかもしれないな。だ、答えはノーだ。ほう。どうやらあんたの不出来な老いは道を外れちまったらしいぞ。激動の時代に平和を求め、欺瞞の世に正義を求める。しかもロマンや幻想もなく、自分たちができることを地道に積み重ねる。そんな足場を見出しちまった。ランディさん。誰かさんから臭さが移ったのかな。この足場を持って俺の業に抗わせてもらう。何の懐かしいせい。修羅として生きるしかなかった俺自身と完全に決別する。これが何のけじめだ。ランディ、私たちも見届けるわ。ふっふっ。ごたくはそれだけか。いいだろう。その頼りなき足場を持って貴様の抗いを認めよう。だが分かっている。そこまで言い切ったからにはもはや手加減はできぬと。望むところが親父とあんたから学んだ戦技と最強の。
面白い。ならば俺は貴様を食らっ不敵な息子を持った兄貴へのせめてもの手向けとしてな。さあ受けてみろ。戦場を喰らい蹂躙し尽くすオーガロッソの総戦部を。来るわ。迎撃開始。全力でランディを援護する。ハッハッハ。全力で抗うがいい。この勝負引くわけにはいかねえ。私の番ですね。行くぜ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。おう。任せろ。俺の番だな。私の番ですね。
任せてくれ。リーチ、行けるか。はい、はい、もちろんです。私の番ですね。月影の蝶たちよ、俺の番だ。任せろ。私の番ですね。ロガンの愛は無限、去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。任せてくれ。
みんな一気に行くぞ。おい任せてくれ。任せろ。ここまで踏ん張るとは。だがそれもまた今の貴様の力か。悪いが貫き通させてもらう。あんたと親父には縁切りをしちまうけどな。今更なんだ。それに一番の不義理は
けじめも取らずにのうのうと流れていたことだろう。一言も言わなかったが、兄貴も心配していたぞ。そうか、親父が。だが少しは兄貴に顔向けできる顔になったようだ。その強がりがどこまで貫き通せるか、これからの生き様で証明してみせろ。なんとかけじめはつけた。領域も解放できたみてえだ。とりあえず門のところまで戻るとしようぜ。そうね。お疲れ、ランディ。お疲れ様でした。そっちこそな。領域を解放すると解除される仕組みみたいね。よっしゃ、これで先に進めるな。でもさすがに激しい戦いだったし、一度メルカバに戻って休んでいいかもしれないね。そうだな、報告がてら戻ろうか。